おはようございます。7月1日の朝6時10分の相場解説になります。今、冷やしを見ているところですけども、先日からお話ししている通りになったんではないかなと思います。まあ、要するに、ここがね、抵抗体になっていて、ぐっと折れ曲がって、下で展開すると思ったんだけど、ここは予想外でしたけどね、今度はこれが上に向かって、今度はここ、こちらの方に、ね、向かうんではないかなっていうふうな形だったんですけども、 まあまあ今のところそうはなってるのかなと思います。これがね4時間で分かりやすいんですよ。いいですかね。4時間ではゾーンが引いてありますよね。このゾーンがあって、このレンジ幅の中でまあ、スイッチした時期が長いんですけども、私はてっきりね、下の方で展開すると思ったんですよね。こっちの方で。でもそうではなくって、上突き抜けて、昨日の話ではここに当たって上に行くよって。 ということをお話ししましたけども、まさにそうなりましたよね。まあ、ですので当然ですけど、ここを超えたネックラインのあたりから入った人もいるんじゃないかなと思います。で、1時間に行くとね、本当に明確に出てますよ、トレンドが。ほらね、これ明確にトレンド出てるじゃないですか。グイッと上がって、一旦踏みとどまったんですけど、上の方にグッと。移動平均線見ても、一方的に上の方に行ってますよね、こういうふうに。 これがだからトレンドに乗るってやつなんですよ。で昨日入れた人は理学がもういつでもできるっていう状態で、まあ今日からもね、えー、買いで入ればいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、えー、と今日の余談なんですけども、タイトルにもありましたけども、ミセス渡辺って皆さんご存知ですかね。ミセス渡辺を検索するとこういうふうに出てます。あこれ、西田昌司さんですけども、これですね、ミセス渡辺さんっていうのは、えー、と着物トレーダーと言われます。 あの日本人の主婦の方とか、まあ、一部、ね、サラリーマンの方とかも入るんですけども、えー、そういった、ねえー、空いた時間で普通の人が FX などの投資をして儲けてる人のことです、まあ、これ誰がつけたのか分かりませんけども、うんまあ、欧米の報道機関により名付けられたらしくって、まあ、特に、ね、渡辺さんっていう女性がたくさんいるってわけではなくて、まあ、総称としてミセス渡辺っていうふうに名前が付いたんですよねでミセス渡辺、えー、私も知り合いが何人かいまして うんまあ、その中でもね、最近私の相場解説と,ちょっとかなり、ね、気が合う人っていうか、あ久保さん、よくやるようになってねみたいな方が見てくださってて、えー、でちょっと話が弾むことがあってです、ね、私もそれまでは全然 FX の話なんてこういう有名人とはすることがなかったんでね、ほ、えー、の話はよくしったんですけどね。まあ、その中で 広島に出身で、私と同じ広島出身で、まあ、お互いね、家も行ったり来たりしてた中なんですけれども、当時はあの私もビジネスしてたんですけど、ね、2014年とか2015年、まあ、今はその方はドバイの方にいらっしゃってね、えーまあ、毎日、まあ、FX もしてないことはないんですけども、金融商品を扱いながら、ものすごく <laughs> 大きな利益を上げてらっしゃってね、まあ、そういう方と一回、まあ、ちょっと、うちのそっか塾の中で出てくれませんかと。 対談しませんかみたいな流れになってあ全然いいですよと <laughs> 日程決めといてくださいみたいになったんであのまあそういう時間も儲けようかと思うんですよでこれはね中村トレーダーをないがしろにするわけではなくて、まあ、中村トレーダーって言ってみればうーん、まあ、裏業界って言ったらね怪しい人になっちゃいますけどもそんな雑誌とか新聞とかテレビに出る人じゃなくて完全にファンドマネージャーなんですよね、まあ、ですので裏方でコツコツとやっていく実力者なんですけども今回ご紹介するミセス渡辺さん この、ね、私の知り合いはまあどっちかっていうと芸能人なんですよねテレビに出たりね雑誌に特集組まれたりとかバン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 してで当然ですけども「あのブルームバーグ」っていうね、えー、有名な雑誌があるんですけどそちらの方にも取り上げられたりうんまあとにかく「ああこの人見たことあるわ」みたいな方だと思うんですよ。 で本も結構出されててね、FX が得意なんで、FX で有名になったってことなんですけども、最近は FX よりももっと進化したね、金融商品とか、あと、なんか結構ね、とっておきのやつがあるっていうんでね、あの昨日聞いてたんですけども、それを。 私もやってますよみたいな感じでね、さすがですねみたいな感じになったんですけども、やっぱり目をつけるところはもう似てきたかなってことでございます。はい、いろいろとお話しましたけども、たぶんね、今週の土曜日ぐらい、11日の夜8時とか9時ぐらいに時間空けてくれると思うんで、今ね、調整してます。まだ確約じゃないんですけどもね、そのぐらいにできればいいねっていう話で。 最近まとまってきたんで、よろしかったらこちらの方ね、ズームでやりますんで、お越しください。皆さんの,あの FX のご質問とかもお持ちしております。中丸トレーダーにする質問と被っても構いませんし、まあそうですね、なんかどちらかというとね、どういう風に最近でしたらね、モチベーションを保っていけばいいのかってことが参考になると思います。この方ね、ミセス渡辺、私と同い年ぐらいで、1歳違いぐらいかな。もうお孫さんもいらっしゃってね。 年10歳、15歳ぐらい下の男性と再婚されたのかな、なんか自由奔放な日々を送ってますね、結構ね <laughs>。また紹介させてもらいますそれでは一旦失礼します。